チキンサラダサンドイッチチキンサラダは、主材料として、鶏肉を用いるサラダである。アメリカ合衆国において、チキンサラダという言葉は、鶏肉が添えられた任意のサラダか、角切りあるいは細かく咲いた鶏肉をセロリ、玉ねぎ、ぶどう、リンゴ、ピクルスなどとともに、マヨネーズやマスタード等であえた、特定のサラダのいずれかを指す。グリルやローストにした鶏肉を飾った、ガーデンサラダなどが、 前者の例である。後者の場合は、他の料理の残りか缶詰の鶏肉が用いられ、ツナサラダやエッグサラダと同様に、レタス、トマト、アボカド等と共に盛り付けられたり、サンドイッチの具として用いられる。アメリカ型のチキンサラダは、1863年にロードアイランド州ウェイクフィールドのタウンビーツで初めて作られた。初代オーナーのリアム・グレーは、残り物の鶏肉を、 マヨネーズ、タラゴン、ブドウと混ぜた。この料理は肉市場が総菜売り場になるほど人気を博した。ヨーロッパやアジアには鶏肉を用いた様々なサラダがあり、味付けやドレッシングも多種多様である。材料には伝統的な葉野菜のほか、パスタ、クスクス、麺、米が使われることもある。ありがとうございます。